北海道コンサドーレ札幌一、レイ鹿島アントラー、J1 第23節、明治安田生命 J1 リーグ第23節の、北海道コンドーレ札幌対鹿島アントラーズ戦が18日に行、レ、ホームの札幌が1、レイで勝利を収めた。今 C の J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1、月無料お試し実施中、札幌は、水曜日の前節明、ヤグランパスに完敗し、最近6試合で1勝と苦し、戦いが続く。一方の鹿島は2連敗の後2連勝と、微調子を取り戻しつつあり、AFC チャンピオンズ、グ、ACL 出場権への浮上を伺っていた。先制は、前半41分、札幌に生まれる。エリア手前で一旦割れたボールを、相手のミスパスで奪い返し、澤勇樹の縦パスを受けた。福森明人が、左サイからダイレクトでクロス。最後は、駒井義成が足で合わせて流し込んだ。1点ビハインドで迎えた後半、反撃を試みる鹿島は85分に、ビッグチャス。ファンアラーノが、左サイドの深い位置、ラクロスを入れ、札幌 DF に当たって、コースを変ながらもゴール方向へ向かったボールに上、清が合わせたが、決定的なシュートは押し、もう左ポストを叩いた。そのまま鹿島にゴール、生まれることはなく、札幌が7試合ぶりの完封、勝利。第3節のアウェーゲームに続いて、鹿島にして初めて年間2戦2勝を飾った。得点者、41分1、レイク、吉成、札幌、両。